はいどうもこんにちは、元キャンプです。今日はですね、北海道ツーリングで行きたいおすすめのキャンプ場ベスト10を紹介していきます。北海道にはですね、語り尽くせないほどの多くのキャンプ場があるんですけども、今回紹介していくキャンプ場はですね、実際に私が行ってきたキャンプ場の中から選んでます。施設が綺麗か、コンビニやセイコーマートに近いか、あと温泉に近いか、キャンプ場から見る景色が綺麗か、この4つのポイントを総合的に判断して、自分自身でですね、満足度が高かったものを上位にしています。では早速やっていきましょう。第10位、霧多布岬キャンプ場です。霧多布岬キャンプ場はですね、北海道最東端のですね、納沙布岬からほど近い霧多布岬にある無料のキャンプ場です。霧多布岬っていう名前の通りですね、岬の高台から望む海岸の景色がとっても綺麗でした。基本無料のキャンプ場なんですけど、有料のコテージもありますので、テントを持たなくてもキャンプすることはできます。無料のキャンプ場でよくあるんですけど、設備面で整っていない部分もあります。例えば地面によってはですね、傾斜があったりするので、テントを設営するときに気をつけてもらいたいなっていうのと、トイレも水洗じゃなくていわゆるボットンだったりして、あんまり清潔じゃないなって感じる人もいるかもしれません。またですね、朝はですね、結構霧が発生しやすいです。なので朝方ですね、テントをこう乾燥して撤収させたいはずなんですけど、乾燥撤収が難しいっていう部分もあったりします。こんな感じでですね、霧多布岬キャンプ場すごいケチつけてるみたいなんですけど、景色はすごい綺麗でした。岬に向かう途中の道もですね、遮るものもほとんどなくて、非常にこう開放感のある場所で、付近はですね、モンキーパンチさんのですね、由来の地ということで、そこら中にですね、ルパン三世絡みのものが置いてあったりします。あとは霧多布岬キャンプ場からですね、コンビニとお風呂場ではバイクで5分から10分ぐらいっていうところで、遠すぎないけど近くもないかなっていうぐらいでしたね。はい、続いて第9位がですね、上士幌航空公園キャンプ場です。上士幌航空公園キャンプ場ですね、上士幌町、北海道の真ん中道央地区にあるキャンプ場です。温泉やコンビニもだいたい1キロ以内っていう感じで、そこそこ近くてですね、キャンプ場自体も、清潔でいいキャンプ場だったと思います。野原に水道とかゴミ捨て場があるようなシンプルな野原スタイルのキャンプ場です。水場に屋根があったり、割と利用しやすいものが整っているかなと思います。森や林に囲まれているので、比較的蚊が発生しやすいっていうので、虫除け対策はしていく必要があります。行った時はですね、管理人の男性がですね、結構リーゼントバチッと決まってて、なかなかこうキャンプ場にいない感じの面白いおじさんが管理人をしていました。続いて第8位、ワコト半島湖畔キャンプ場です。屈斜路湖のワコト半島にある湖を眺めながらキャンプを楽しめる場所です。私はですね、結構湖畔のキャンプ場が好きで、湖のキャンプ場って割とこう波が静かで心地よくてですね、湖に行くんだったらそばのキャンプ場に泊まりたいなっていうふうに考える人なんですけど、やっぱりね、屈斜路湖の水音を聞きながらキャンプを楽しめるっていうのはすごい良かったですね。気持ちがいいキャンプ場でした。屈斜路湖自体はですね、道内でも有数の温泉地で、和琴半島湖畔キャンプ場の近くにもですね、温泉がたくさんあります。徒歩数分で無料の温泉もありましたので、行ってみるといいかなと思います。ただし野ざらしというか、あんまりついたてもないようなかなりワイルドな温泉だったので、男女ともにあんまり裸に抵抗がない人が行くのがおすすめかなと思います。地元のおばあちゃんなんかも入りに来てて混浴でした。で、そんな感じで、屈斜路湖自体は温泉が非常に充実してるんですけど、一方で、コンビニがあんまりないんですね。和琴半島の近くにコンビニがなくて、10キロ以上先にですね、コンビニがあったりするので、買い出しに関しては、事前に済ませておいたりするといいのかなと思います。あと、この和琴半島湖畔キャンプ場なんですけど、事故防止のために、キャンプ場内はですね、バイクを手押しで進んでくださいって案内されました。ちょっと、キャンプ道具満載したバイク手押しっていうのもなかなか大変だったなっていう、ちょっとそこだけ気をつけてもらえればいいかなと思います。ちなみにですね、屈斜路湖近くの美幌峠は絶景スポットなので、北海道ツーリング行くんだったら、必ず寄ってください。もうね、感動します。美幌峠の眺め。そんな感じでですね、美幌峠と、屈斜路湖自体、非常にいい眺めで楽しいので、和琴半島湖畔キャンプ場8位にランクインです。第7位、鏡沼海浜公園キャンプ場です。鏡沼海浜公園キャンプ場はですね、北海道最北端の宗谷岬とか稚内の地域
から南40キロあたりにあるですね、天塩町の海に面した公園です。鏡沼っていう名前なんですけど、決してですね、アニメとかに出てくるなんか淀んだような沼とかじゃなくて、どちらかっていうと、まあ池というか湖というか、湖畔のキャンプ場といった印象です。キャンプ場自体はですね、すごい景色が綺麗というわけではないんですけど、キャンプ場に洗濯機とか物干し竿、それからコテージ、あとは男女別のライダーハウスなんかがありますので、ライダーだけじゃなくてですね、旅人のキャンプ場として設備が充実しているなと思いました。コンビニも温泉も徒歩圏内にあるんで非常に便利です。あとは絶景ロードとして有名なオロロンライン沿いにあるので、最北端に行く途中、あるいは帰る途中にですね、寄りやすいのも便利だと思います。天塩町、このあたりですね、しじみが名産なので、しじみの醤油とかですね、しじみラーメンとか、しじみ推しの食事がたくさんあるので、食べてみるといいのかなと思います。はい、続いて第6位。洞爺湖小公園キャンプ場です。洞爺湖、言わずと知れた有名な湖ですよね。昔、洞爺湖サミットなんかも行われたりして、景観の綺麗な湖として北海道の中でも有名です。で、そんな洞爺湖の小公園っていうあたりには3つぐらいキャンプ場が隣接して、まあ1つのもう塊みたいな感じになってます。で、なんといってもまあこれらのキャンプ場の魅力としてはですね、洞爺湖の眺めが素晴らしいですね。もう湖の眺めが最高ですね。コンビニとか温泉もですね、比較的近いので、利便性もいいなと思います。北海道ツーリング初めて行って泊まったのが、この小公園キャンプ場だったんですけど、洞爺湖の穏やかな波音を聞きながらですね、北海道来たんだなって思いながら、札幌クラシックを飲んだのが非常にこう、思い出に残ってますね。楽しい思い出でした。はい、続いて第5位。和琴野営場です。和琴野営場はですね、屈斜路湖にある和琴半島湖畔キャンプ場とは別のキャンプ場ですね。この和琴野営場は2014年に改装されました。施設がですね、結構新しいんですけど、キャンプ場内もですね、よく整地されていて、芝生も綺麗なキャンプ場です。バリアフリートイレとか、シャワー室とか、洗濯機や乾燥機、あとゴミ捨て場もしっかりやって、とにかく施設が充実してます。特にトイレはですね、ホテルのように綺麗だったので、非常に感動したのを覚えてます。こんなにキャンプ場で綺麗なトイレがあるんだなっていうふうに非常に驚きました。綺麗な分ですね、料金は1泊1000円。北海道の他のキャンプ場と比べると、少し割高でしたね。あとはまあ、屈斜路湖の近くなんですけど、林に囲まれているので、キャンプ場からは屈斜路湖を見ることはできないです。なのでもし湖を眺めながらキャンプしたいっていう人はですね、和琴半島湖畔キャンプ場の方がおすすめです。屈斜路湖っていう立地上、温泉はとにかく近くてたくさんあるんですけど、コンビニまではですねちょっと10キロ以上先だったりして少し遠いので、気をつけてもらえればいいかなと思います。はい、第4位、ナウマン公園キャンプ場です。ナウマン公園キャンプ場はですね、帯広の南、幕別町にある無料のキャンプ場です。何でもですね、この地でナウマン像の化石が発掘されたっていうことで、公園とか温泉、記念館などがですね、まとめて建てられたっていうことです。で、このキャンプ場はですね、無料にもかかわらずですね、施設とかトイレがきちんと整備されていて綺麗でした。またですね、温泉は隣の敷地内にあってですね、コンビニも徒歩で行けるので便利でした。あとはまあ、キャンプ場はですね、2箇所のサイトがあって、一部はですね、バイクの乗り入れが可能でした。ナウマン公園キャンプ場ですね、いろんな公園とかキャンプ場とか温泉とか施設がすごく充実してるんですけど、無料っていうことで、これで無料はクオリティすごいなって思いながらですね、泊まったのを覚えてます。おすすめです。はい、いよいよベスト3なんですけど、その前にですね、ちょっと別のお話をします。今、キャンプ場を紹介してるんですけど、いずれもですね、郊外にあります。北海道ってやっぱり広くて、どっかでですね、バイクが故障したりすると、レッカー代がかさんでしまう可能性が高いんですね。保険なんかについているレッカーだと、50キロまで無料とかだったりすると思うんですけど、北海道だと、次のバイク屋さんまで100キロ先ですとかいうのがザラにあるので、レッカー代が非常にかさんでしまう可能性があります。で、私も北海道で、一度バイク故障しちゃったことがあって、本当に焦って、ああもうどうしようみたいな。故障すると焦っただけじゃなくて、お金の心配もしないといけないっていうこともあるので、北海道行く方はですね、無制限のロードサービスに入っていくと非常に安心です。概要欄にですね、URL 貼っておきますので、北海道で安心して旅したいなっていう方はですね、考えてもらえるといいかなと思います。第3位です。星に手の届く丘キャンプ場です。星に手の届く丘キャンプ場はですね、中富良野の東の外れにあるキャンプ場です。
星に手の届くっていうぐらいあって、抜群の開放感でですね、夜は満天の星空を楽しむことができます。このキャンプ場ですね、結構家族連れのキャンパーも多いんですけど、ライダーは別料金で別区画、他のキャンパーとは住み分けもされているので、ソロの人たちも過ごしやすいように配慮されているってところも非常に魅力的だなと思います。このキャンプ場は羊とかウサギもですね、飼われてて触れ合えるのも楽しかったです。ジンギスカンのレストランも併設されてます。美味しかったです。今思い返すと、羊かわいいとか言いながらこうやってすごい撫でてるんですけど、10分後にですね、その羊の肉、ジンギスカンをですね、うまいなとか言いながら食べてるんですよね。さっきめちゃめちゃ可愛がってたのに、肉食べてるみたいな、そういう業の深さを、なんか人間怖えなっていう風にちょっと思いましたね。そんな感じでですね、中富良野の町外れにあるので、買い出しとか温泉に関してはですね、ちょっと遠くなっちゃいますけど、それ以上にですね、美味しいご飯とか動物とか綺麗な星空が見えるってところでですね、利便性以上のですね、魅力が詰まったキャンプ場だと思います。はい、第2位。国設知床野営場です。国設知床野営場はですね、知床半島の西、ウトロ町にあるキャンプ場です。で、この国設知床野営場っていうのは高台にあるんですけど、そこから眺める夕日が本当に素晴らしかったです。もうぜひ見に行ってほしいですね。間違いなく感動します。景色も非常に素晴らしいところなんですけども、風呂とかですね、コンビニも徒歩圏内で、利便性もかなり良かったです。で、もう何回も繰り返すんですけど、本当に夕日が素晴らしくてですね、もうこれを見るためだけに知床行ってもいいレベル。そんな感じでですね、国設知床野営場1にしようか迷ったんですけど、ちょっと施設が古い部分もあったりとか、林の中にあるような雰囲気のキャンプ場なので、ちょっとこう地面がデコボコしたりして、大型のテントが立てづらい環境でもあったりして、もう僅差で、2位っていうことでランクインしました。まあ、知床っていう場所に近いためですね、熊も含めた野生動物がよく出るので、そこら辺の注意は必要になってきます。いよいよ第1位です。1位は、クッチャロ湖畔キャンプ場です。クッチャロ湖畔キャンプ場。クッチャロ湖とは別ですね。クッチャロ湖は、宗谷岬の南東40キロあたりにある湖です。このクッチャロ湖畔キャンプ場も本当にですね、夕日が綺麗です。夕方になるとですね、このクッチャロ湖に夕日がこう沈んでいくんですけど、この夕日がもう本当に最高ですね。私もとりあえずこの夕日が見たくて、初めて北海道ツーリングに行くときにルートに組み込んでました。で、しかも、キャンプ場自体もですね、非常によく整備されてます。芝生も綺麗だし、フラットになってるので、どこにでもですね、テントを建てやすいですね。で、しかも、すぐ隣にですね、ホテルがあって、そのホテルの温泉を利用できるし、コンビニもですね、1キロ以内にあるので、利便性も非常に良かったです。非常にいいキャンプ場だと思います。もうちょっとね、これぜひ行ってほしいですね。本当にいいキャンプ場でした。はい、というわけで、北海道ツーリングで行きたいおすすめのキャンプ場ベスト10でした。もしよかったら、まあ、コメント欄とかでですね、あなたが行ってみてよかったキャンプ場、紹介してもらえると、他の人も見て参考になると思うので、よかったらコメントしてみてください。この動画が良かったよっていう、参考になったよっていう方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元キャンプでした。またね。